成したらスライムだったけんベースラジオパーソナリティの岡崎美穂です。皆さんこんばんは。アシスタントパーソナリティの熊田茜です。お願いします。お願いします。イエーイこの畑イエーイということで、この番組はアニメ転生したらスライムだった件に関する情報を、リムルテンペスト役を務めます私岡崎美穂と、はい、エレン役を務める私熊田茜がバギーアイアイとお届けしていく情報番組です。はい、過去最高に台本見ずに言えた。お、すごい。いや、もう染み込んだんだ。もう半年経ちますっけ。経ちますもんね。やっぱ習慣は人を変える。うわ、素晴らしいね。テンスラ習慣したか。そう、もうテンスラ習慣聞いてる皆さんも覚えたんじゃないんですか。和気あいあいまでだったら、もうこの流れもスムーズになってきたからね。ね、みんな一緒にやってるかしら。イエーイ。ということで、もうすぐハロウィンですが、うん、がっつりハロウィン楽しんだことありますか。がっつりハロウィン泣いてる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 。こんな辛い質問しないで。がっつりハロウィンがもうそもそも何かの方が気になんない。あれじゃない、仮装して街に行って、うん、お仕置きしちゃうぞだっけ。何でしたっけ。怖い。っ何もしてないのに急に。本当にちょっと知識がゼロ。ちょっと待って。あ、いたずらいた。お尻ペンペンしたりし始めたらお仕置きもうすごい悲しいよ。トリックアトリート、トリックアトリート。お菓子ちょうだいだ。あ、そう、お菓子ちょうだいじゃないと。いたずらしちゃうぞ。でも日本だとなかなかさ。そうだよね。だってトントンってかね、お家したりするもんね、仮装してちっちゃい子たちが、ね、でもなんか色合いは好きよ。あのオレンジかぼちゃだったり黒猫だったり、可愛いもんね。ちょっとねダークな感じ、うん、やってみたいけどね、いつかがっつりハロウィン。いいね。ね、リムルも可愛いだろうな。可愛、うん、いよ。ハロウィンバージョンのリムルとか出そうじゃない。ね、出そうだよね。なんならあるかもしれない、探したら。ね、あかねはがっつりハロウィンは、うん、この間クマさんの格好した。え、ガチクマ。そう、クマだから。日本グマ。日本グマ。ティリーベア系。ちょっと可愛い系。耳つけてちょっとふわふわもこもこした感じ。いいね。そう、ちょっとね、あのツイッターに上がってるのでよかったら。え、見る見る、私も見る。ねえ、いいな。みほちゃんはお家のぬいぐるみにハロウィンメイクとかしますかって、うん、やべえやつじゃん。え、家の真っ白いクマにあれなんかチーク塗ってハロウィン、ハッピーハロウィン。どう思う。怖いっす。してません。あ、よかった。まだそこは超えてません。あ、よかった。はい、来年ぐらいにはやるけどね。5年後かな。5年後。そうなってたらみんな慰めてください。あかねちゃんも隣にいてください。うん、もちろん。ということで、それではテンスラジオ本日もスタートです。7つ月よまだ誰も知らない。改めまして岡崎美穂です。はい、改めまして熊田茜です。はい、ということで、うん、近況トークというか、うん、今髪型がまた似てるのよ。本当にね、あの、うん、今回は楽屋も結構は、まあ、離れてはないけど別々だったし、うん、そうだね、お部屋が違かったもんね。そう、なんかもうこれだけレギュラーでやってると、うん、こう被らないようにしようとか、うん、被せようとかもなく、うん、偶然の産物なんです。そう、ちょっとハーフツインっぽい感じでね。めっちゃ可愛い。なんか付き合いたい。いや、急に。え、なんかヒロイン感ありません？なんかある？うん。本当？うん。なんか主役の横にいそうな女の子。ヒロインじゃないじゃん。え、主役の横にいるのはヒロインでしょ？あ、主役を男性とした場合ね。あ、そうそうそう。ごめんごめん。びっくりした。あの、俺を支えてくれような。あ、なるほどね。ポジション。あ、そっかそっか。そう。びっくりした。なんかあの横でさ、あー、なんかこいつが言ってんだからそうだそうだみたいな。違う違う違う。あの、第一妻。第一妻。一夫多妻制だったら第一妻ポジション。どんどん変わってってる。な感じがする。あかりもんが可愛いね。やったー。よき。いやいやいや。しかもね、ちょっと服の色味も似まして。てか毎回さ、うん、あのちょっと似るんだよね。色味とかいろいろね。深いとこでつながっているという。やった。肯定否定したらほら私の片思い、片思いとか言われちゃうから。そう、そんなことない。イエーイ。でもなんか今日ね、楽屋ですっごい盛り上がってたよね、うん、あかねちゃん、私たち、そう、私たち、私たち、あかね、ビズメイクさん、メイクさんたち、シスターズ、ブラザーズ、シスターズ。何で盛り上がってたんだろう。なんかもう、そう、記憶にないくらいいつも喋ってるのよ。なんかもう遠足みたいな声が
聞こえた。テンション上がっちゃう。しかもさ、メイクさん入った時にさ、うん、私なんかすっぴんで学園入りしてさ、ね、メイク終わったらさ、あ、天使になっちゃったっていうから。どういうこと、どういうこと、もう自分が、美女が、あ、もうちょっと可愛くしてもらえて、テンション上がっちゃってんの。天使って言ってたかもしれない。何の話してましたっけ。いや、めちゃめちゃね、ハッピーな気持ちになるの、うん、すごいね。何かしらもうすごい話してたよ。うん、いい、うん、なんかね、茜は本当に愛されるキャラをしてるなって思うわ。美穂ちゃんの方からもいつもね、楽しい声聞こえるよ。そうかもね、美穂、うん、は割と、なんだろ う, こう最近暑いっすよね、マジでマジで、うん、みたいな。ローテンションじゃん、めちゃめちゃローじゃん、うん、そう、ローでガールズトークみたいな感じが多いかもしれない。いい、ね、確かにね、あのガールズトーク聞こえてくる、コスメの話と か、ここにクリーム塗っとくと、うん、老後吹けないらしいっすよ、うん、なんかローなんだよな。なんかローなんだよ、全然いいんだけど。いい、うん、いいかな、うん、重要、一番重要だったりする。そう、女のね、うん、今後の人生について喋ってるかもしれない。深い深い話してるな。はい、っていうところで普通歌紹介していきたいと思います。じゃあ、茜ちゃんに読んでもらおうかしら。はい、ラジオネームタイタンさんからいただきました。ありがとうございます。美穂ちゃん、茜ちゃん、テンスラバー、テンスラバー、先日開催された東京ヴェルディとのコラボ企画を見に味の素スタジアムに行きました。ありがとう、ありがとうございます。試合前のトークショーや、うん、ストーリーテラーの流れるハーフタイムなど、はいはい、リムル様と一緒にスタジアムを盛り上げる美穂ちゃんを見ていてとっても楽しかったです。ありがとう。試合もヴェルディが勝ち、まさに勝利の女神でしたね。はい、また試合前にアフレコ体験コーナーにも挑戦し、タイミングの取り方などが難しく感じ、改めて美穂ちゃんの凄みが身に染みていきました。なんと嬉しい。そしてそこでは我らがスギピーにもお会いし、いろいろお話できたのも良かったです。その説はありがとうございました。はい、すごく大満足な一日でした。またこういう機会があると嬉しいです。うん、お写真も本当にありがとうございました。 お写真、ちょっと2枚目ね、実はお写真もらっていいですか。ちょっと皆さんにはお見せできないんですけど。で、顔がっつり写ってるからね、両者の。すごいよ。もうがっつりよ。え、そのツーショットで、なんか大学のサークルのツーショットみたいな。いや、ほんとさ、そう、なんかノリで撮ってるわ。あの、すごいね、距離近い目の、うん、あの、ほがらかなお二方、平和な笑顔してらっしゃいます。しかもこれタイタンさん、あのテンスラの You Make Me Happy ってこうリムルもある黄色い T シャツ着てくださってて、ありがとう。スギピ全然カメラ見てない。スギピーはね、基本なんかその場の空気を大事にする感じの。すごくない、この大学感。確かに、なんか背景も相まって、私大学が分かんないんだけど、 これ大学なの。私も行ってないんだけど、ちょっとどこで得た知識だよ。なんかこの爽やかな感じ。あ、でも確かにちょっとそのグラウンド感、スタジアム近くの自然がいい感じに、大学の自然と、うん、いいね、しかも爽やかな笑顔なのよ。2人とも楽しいんだろうな。いいな。スギピーは本当に人気、うん、そのテンスラのファンの方はやっぱツイッターとかで基本スギピーつぶやいてくださってたり、イベントの司会とかさ、それこそ、そうだよね、だからもう顔が割れてるわけよ。そう、ラジオのねゲストだったりして、うんうん、ね、本当にモテモテなスギピーでございましたけど、いいいい、そう、ヴェルディさんとのね、うん、あのコラボで味の素スタジアムさんに、うん、最初また行かせていただくって、 J リーグさんとコラボするのは2度目なんですけど、うんうん、やっぱ緊張するわけよ。なかなかないじゃない。そうだよね、その大きなスタジアム、うん、多分何千人か多分いらっしゃったような気がするんですけど、その日も、ね、そう、だからこうテンスラーを宣伝するぞという気持ちでね、うん、なるべくこう落ち着け落ち着けってやったんだけど、あのストーリーテラーで、うん、あのハーフタイム後にあのなんかこう和気あいあいするみたいなことがあって、うん、でもこう1分半でどれだけ和気あいあいできるか分かんなくってうん、うん、結局私あの着ぐるみのさ、リムル様、うん、最近できた、うん、あのデカめの大きいね、そう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 、頭にこのリムルがついてる人型のリムル様を、うん、となんかこうやってワイワイしてたのよ、うん、したらあの後でそのつぶやき見た時に、うん、美穂ちゃん介護お疲れ様って書いてて、リムル様の行くよ行くよって、ちょっと足場がね、うん、そのやっぱちょっと、まあ、いやいや、リムル様はリムル様なんだよ、うん、リムル様はリムル様なんだけど、そのリムル様の魂的にはちょっと視界が悪いみたいで、うん、その前あーそっかそっか、 OKOK、 そっか、そう、すごい先導してたんだね。そう、ありえんほど私も腰を曲げてこう、うん、いややっぱ怪我が一番健康第一だからってやってたら、すごい介護写真を撮られてた。転んじゃったら困るからね。そうそう、でもすごい楽しかったし、うん、試合もめちゃくちゃいいところで実は見させていただいてて、いいの、そう、なんかもう
ボールの動きが当たり前だけど早いの。うわそうだよね、プロの試合いいな。生で見たことないんだよね私。私もサッカー部のとかしかやっぱ見たことがさ、ね、なかったから、うん、いやサッカー部もすごいんだけど、うん、やっぱプロの動きとか足さばきとかあんなに広いのに走ってるのが早く感じるって、うん、実際でそのスタジアムに立ったらどれだけのスピード感なんだろうみたいな、そうだよね、めちゃくちゃ面白かったので、うん、ぜひまた参加したいなって思いました、うん、素敵、楽しかったですね。お疲れ様でした。続いてラジオネームベアミルクさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんテンスラワー、テンスラワー、僕は秋が一番好きな季節なので、うん、そんな好きな季節に大好きなテンスラの映画が公開することがとても嬉しいです。ありがとう、 ありがとう。その他に僕が秋に楽しみにしていることは、うん、友達と紅葉を見に行くことです。いいね。毎年大学生からの友達とドライブでいろんなところに行くのが恒例です、うん、皆さんがこの秋楽しみにしていることは何ですかとのことです。ありがとうございます。よかった。でもなんかね、その仮装して街に繰り出すことです、うん、くさっとかじゃなくて紅葉紅葉いいね。いい。そして劇場版ももうすぐよ。そうだよね、もうだって1ヶ月切ったくらいですよね、うん、ちょうど。どう宣伝大使としてちょっと意気込みを、宣伝大使として、うん、もう一つだけ言っていい？本当に何も知らないからさあのさ、ずっと気になってんの、あの赤髪の人誰？あれなんかちょっと違う顔、ね、あれ兄じゃね、兄じゃね、兄じゃ、あなんかすごい、あれ声優さんも、あれ見たことない方が、あれそうだよ ね、 どうかね、あれ新キャラクターだから ね、 ね、今までアニメのクレジットで見たことがないテンスラファミリーっていうことで、そういて、だから本当に楽しみですよね皆さんでもあの一番その視聴者の気持ちに寄り添える宣伝大使だもんね、うん、そうだよ、だから宣伝大使だからさ、やっぱこういう激アツシーンがあるんですよとか、うん、全然言わないんだから。スギピーにさ熊田さんちょっと勝手なこと口走るのやめてくれませんかとかは裏では言われてない。え、言われてない、びっくりした、言われてたよって言われるのかと思って焦った。今大丈夫、言われてない、びっくりした、私は聞いてない、びっくりした。私勝手にね、いやなんか戦闘シーンが今回もあってとか全然言ってないから大丈夫だよね大丈夫、ちゃんと全然言ってないから、楽しみな気持ち、うん、楽しみ、ワクワクってだけをね述べてるから、いい、そうだよ、いい視聴者、めちゃくちゃ楽しみなんだからいい視聴者なんだから、期待に応えれるようにね、盛り上げていきたいけど、一緒に盛り上げていきましょう。秋楽しみのこと、なんだろう、秋かやっぱ食べることかな。わかる、最近胃袋がまたあの何、痛覚無効じゃないけど、うん、満腹無効になってて、うわどこまで食べてもあの腹八分がわからん。わかるわかる、めちゃくちゃわかる。でしょ、なんで秋ってこんなお米美味しいの。あ、うん、そうなの、やばいよね。そうお米が、うん、お米美味しい、お米がやっぱすごいツヤツヤになるじゃないですか秋あ、すごい、ただならぬ思いが、もう大好きなんですよ。なんかあと芋食べたくなりました。わかる、芋食べたい。さ最近さ、うん、あのちっちゃい焼き芋焼くのにハマってて、なんかちっちゃいさつまいもが売ってるんですよ。え、知らない。それを焼き芋ホイルっていうのが売ってて、なにそれそれに包んでオーブンで焼くと焼き芋が出来上がるの、うん、割と手軽。めっちゃ手軽。え、じゃあ作ってきてよ。え、持ってくるじゃん今度作って持ってくるよ健康的じゃない、そのさ、あの干し芋とかはさ、うん、結構軽食でさ、たまに女の子好きな子多いけど、うん、はいはいはい、あの自分で焼き芋をほかしてきましたみたいな、そうのはめちゃめちゃ自然派でいいじゃない。めちゃくちゃ自然派なのよ、美味しいしお腹にたまるし。じゃあちょっとそれ多めにカバンに詰めてきてもらって大変だな、ちょっと重いな焼き芋いっぱい持ってる。私は完成品しか食さない生活をしてるからじゃあ今度作ってきます、テンスラジオに。作ってきてください、はい、やったはい、ということで、うん、引き続き質問や番組の感想をお待ちしております、うん、待ちしております、うん、ではここでですね一曲お届けしたいと思います。お、何何？明日10月28日から配信が開始されます、うん、アプリゲーム転生したらスライムだった剣、魔王と竜の剣国譚主題歌、うん、熊田茜でビジョンズフィーチャリング寺島拓馬おなんですけど、はい、ちょっとだけ曲の話していいですか。もちろんもちろん。そう、このねビジョンズなんですけど、うん、いやこのテンスラジオでお話するとしたら、うん、やっぱ皆さんテンスラ日記のブランニューダイアリーをね、うん、知ってくださってると思うんですよ。そうだね、うん、でテンスラ日記の方のそのブランニューダイアリーも寺島拓馬さんが作詞をしてくださってて、うん、で今回も作詞をしてくださってる上にフィーチャリングとして一緒に歌唱してるんですよ、うん、もちろんその2人の掛け合い部分にも注目してもらいたいんですけど、うんうんうん、そのブランニューの時より歌詞がちょっと大人っぽくなってまして、
確かにテンスラ日記でどちらかっていうと前に相撲って明るい感じの、どん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 ね感じだったけど、じゃあちょっと大人っぽい風にそれに合わせて歌唱したんだよね。そう、歌唱もうちょっとだけ成長した熊田茜で歌ってますし、ぜひ歌詞にも注目してもらいたいし、マオリをプレイしてくださってる人はね、ちょっとその戦闘シーンのかっこよさだったりとかも、ちょっと、ね、あの歌に込められていますので、ぜひぜひぜひそんなとこにも注目して聞いてみてください、はい、それでは聞いてください。熊田茜でビジョンズフィーチャリング寺島拓馬。捕食したのは何でしょう。はい、ここからですね、みほちゃんが捕食したものが一体何なのかを当てるショートコーナーでございます。はい、今回捕食するものはラジオネームブナの木さんからいただいたものです、うん、では早速捕食していく。あんむっ、くち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 、パーン。はい、あ、ちょっと待って、違かった。はい、鍋。正解はポップコーンだけど、何だと思ったんでしょうか。せーの、テンスラジオ。転生したらスライムだった件、テンスラジオ。あの映画の公開も近づいてきたので、はい、映画のお供といえばポップコーン。あー、なるほど。ということで、うん、まあ、パチパチ弾ける感じを再現してみてくれと。いや、もうその時点でポップコーンかなって思ったの、うん、だけど、あ、ちょっと待って、見ようで、ポーンって後に箸持ったのよ。持ってないよ。箸持ったんよ。こうやって、こうじゃあこう見えて、そう、だから、あ、味方ですか、茜ちゃんの。そうですよね、そうですとも、そうですとも、なんで多数決で攻められましたとも、箸を。だから、あ、ポップコーンかと思ったけど、箸で食べる印象は少ないから、じゃあ何だと思った。だからグツグツグツだったのかなって、そう思ったんです。思ったんです、敵が多いんだけど、はい、美穂ちゃん以外の私たちは全員そう思ったんです。ちょっと、あのハッシュタグお美穂の味方よろしくお願いします。ダメです、ダメです、みんな。いいな、ダメです、みんな。ポップコーンやんな。しかも音声で聞いてるだけの人わかんないから。ポップコーンやんな、わかる人はうちの味方してな。悔しい。はい、ということでコーナー行きましょう。はい、さて続いてはこのコーナーです。みんなの〇〇自慢大会。わー、やったー。はい、このコーナーはジュラの森の魔物たちがリムルの自慢をしていることにちなみまして、うん、リスナーさんの自分以外の自慢を募集しております、うん、はい、じゃあ読ませていただきます。おい、ラジオネームツリーツリーツリーさんからいただきました。ありがとうございます。僕が自慢したいのはポジティブな姉です、うん、僕の姉は本当に前向きで、落ち込んだりしているのを見たことがありません。ほんまに。そして他の人にかけてくれる言葉もポジティブです。例えば、僕がテストで悪い点数を取っても、できないところ分かったら次頑張れるじゃん、とか、
彼女と喧嘩しても仲直りしたいくらい好きってことだねみたいな感じに言ってくれます。僕もそんな姉を見習いたいなと思ってます、とのことです。ありがとうございます。すごいな、いいな、羨ましいな。近くにいてほしい。いや確かに、うん、すごいモチベーションとか考え方とか変わるよ ね。でもあかねもそうかも、わりかし。あ本当に、うん、美穂よりあかねの方がポジティブなんですけどこうなんだろう、ちょっとぼやいたりしたら、うん、いやみゆちゃんはね、みゆちゃんはいいとこがいっぱいあるからみたいなことを言ってくれてたような気がするみゆちゃんね、すごい素敵な人なのに自信がないんですよ。そう、意外とね、意外とねだからさっきみたいな要は集中ってなるから。そう、私だって最近言われた、一番人に言われて面白かった言葉が全肯定ボットだもん、うんなんか嫌だと思ったよね熊田は全肯定ボット、うん、そんなつもりないけど、そしたら私もしかしたらツリーツリーツリーさんのお姉さんとすごい仲良くなれるかもしれない。そうかもしれないね。すごいうるさいだろうね二人でいたらできるできるっつってどうなんだろう。でもさ、そのポジティブポジティブでさ、うん、ちょっとぶつかっちゃってさ、どっちがの生き残った方が励ます形になるの、ね、すごい。じゃあもうそんな戦い合いになるのか、ポジティブとポジティブの弱肉強食ポジティブの世界。うわ、こうやって戦ったらさ、いいもの生み出せるよねとかなるよ最初に。うわーすげー私はさっさと負け組に行こうと思う。なんでよ、励ましに行っちゃう。でもこのさ、うん、喧嘩した時に仲直りしたいくらい好きってことだねってめちゃくちゃよくない、ね、これお友達と喧嘩した時もさ、あそうかも、なんか幼稚園生の子とかにも言えるよね。確かに、友達と喧嘩しちゃったって言われたら。そうかもね、うん、なんか喧嘩すると全てが憎く思えるあれ怖い怖い怖いとしても、全てが憎く思えるとしても、あのああいういいところあったよなって思い出すきっかけになって自分から歩み寄れる、うんうん、覆せないぐらい行ったねそこまで。行ってしまったら、うん、ちょっとそれはね、うん、問題、相手が寄り添ってほしいとこだけど、私もでも自分から割と仲直り歩み寄る側だから。めちゃくちゃいいじゃない。でそう、これによって友達が減ったらどうしよう、うん、理由暗理由暗寂しい寂しい、うん、え老後一人になる。あ老後一人、こいつのことは別に好きじゃないけど仲良くしとくの。そんなことやない違う違う違う、いや違うよ、あの私ほら狭く深くの人間だからさ。あいいじゃないいいじゃない、そうそうそう、ちゃんと仲良くなりたい人、うん、でも自分から謝れるってめちゃくちゃ強い人間だからね。ごめんなさい、どう謝った積極的に謝って、めちゃくちゃ良かったな今のテンポ。じゃ続いていきます。はい、ラジオネームピーナッツバターさんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます。僕が自慢したいのは、うん、去年買った一人用の土鍋です。いいね。昨年一人暮らしをして初めて迎えた冬、うん、家でナビが、ナビじゃない右です左です、ちゃちゃちゃね家で鍋がしたくて買いました。ああ、しかもこの鍋は、うん、蓋の部分が丼になる、一石二鳥なんです。何になる。丼、丼ぶりの丼、丼、米も入れれるってことですか。この今年の冬もこれでたくさん一人鍋をしようと思いますとのことでございます。いいな、めちゃくちゃいいじゃん。だからあれじゃない、うん、お鍋を作るじゃん、うん、蓋を開けるじゃん、うん、それに入れれるってことなんじゃない。あーなるほど、違う。でもそうで、そうしかありえない。そうですよね、そういうことですよね、うん、うん、だってそれ以外にないもんね、丼にする方法。そうだよね、ね、あー焦った一人鍋とかしたことある。いい、ね、ないな、私いつも家族と一緒にいるから。あそうだよね、そうなんだよ、私もまだなくて、うん、でもなんだろう、一人何々結構私いいなって思うというか、いい、ね、抵抗なくできるタイプだから、あらしてみたいかもしれない。一人のお鍋だったら、だってさ、きりたんぽ争奪戦とか始まんないよ。え、そんなのがあるの逆に。うちはあるね。かわいい。もう妹と。きりたんぽ食べたことないかもしれない。え？私じゃあ次、焼き芋ときりたんぽ持ってこない。え、きりたんぽってあのトッポギ日本バージョンみたいなことですか。あーでもちょっと近いかもね。秋田の名産物で、うん、お米をこうすりつぶして固めた感じの。餅の手前。そう、餅の手前。あ、じゃあ絶対好きです炭水化物絶対美味しいよ、すごい好きだと思う。え、じゃあ焼き芋と。あ、そっか、あ、そっか、なんで冷えるね。え、すっごい重いものばっか頼むじゃん。じゃあお宅にお邪魔するわ。来るの。え、じゃあ一緒にやるか。いいよ、来ていいよ、来ていいよ、来て。でもさ、美穂ちゃん怖いのがさ、全然お父さんとかも一緒に来そういや来ないわ、美穂一家が来そう。さすがにおこがましいし、ずうずうしい。けん玉上手って言ってくれたお父さんと来てくれるかもしれない。あかねちゃん日本一周お願い。うわすごい、もうカオスじゃん、鍋つつきながらさ日本一周してさ。しないしないしない。でもいいね、一人鍋 ね、ぜひこれ美味しかったよとかもね、ぜひツイートでも教えてください。えらいえらい、はい、はい、という感じで、さて引き続きあなたの前の
サンタサンタ、 サンタ無理やり言っちゃったよ、あなたの周りの人の自慢お待ちしています。以上みんなの〇〇自慢大会でした。はい、ここでお知らせです、はい、まずはスパまずはスパまずはスパちょっとアナウンサーっぽくやろうと思ったのにまずはスマートフォンアプリ転生したらスライムだったけ魔王と竜の建国譚主題歌第2弾熊田あかね、はい、ビジョンズフィーチャリング寺島拓磨さんが明日28日より各音楽配信サイトにて配信されます。やったついにだね。ついにだよ、ね、めちゃくちゃドキドキ。そして寺島拓磨さんとのライブ映像も、うん、熊田茜公式 YouTube チャンネルにて公開されるとのことで、はい、これはどういう映像なの？ライブ映像これはですね、うん、まあ、MV みたいな感じなんですけど、うん、実際に MV ってさ、こう実際にその場で歌った音は使われないじゃん。そうだね。そうなんだけど今回実際ライブみたいに寺島さんと一緒に歌って音源もそれになるの？そう、その時に歌った音が使われるっていう。じゃあよりちょっとね、うん、あの生っぽい音源で楽しめる。 なかなかないよね。すごい珍しいんじゃないかなって思って、楽しみです。ぜひ。私もねさっきあのちゃんと聞かせていただいたの初めてなんだけど、うん、あのビジョンズなんかすごいあの男性ボーカルと女性ボーカルがクロスするというか一緒に走ってる感じが、うんうん、なんかあのランガのさ背中にリムルが乗ってよくこう広いさ声をかけるみたいな、ね、かけてるとかあるね。そうそう、ああいう感じがイメージできた。めちゃくちゃ嬉しい。しかもかっこいいから、うん、結構戦いの戦地に行くときにかけてるようなイメージがして、うん、すごくそのアクションのシーンとかに合いそうだなって魔王流の、うん、思いました。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます、ね、MV でぜひみんな聞き込んでね、一緒に覚えて歌えたらいいよね、うん、ぜひ、うん、一緒に歌いたいです。はい、ということでぜひビジョンズチェックよろしくお願いします。お願いします。以上お知らせでした。転生したらスライムだった件テンスラジオ、本日の放送もエンディングのお時間になりました、はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。はい、ふつおた感想のほか今さらテンスラハイライト、ミホイルの人生相談室、みんなの〇〇自慢大会、クイズ捕食したのは何でしょうです。はい、そうです。そして来週は、うん、いよいよ劇場版の主題歌を歌う前田里さんが来てくれます。やったー、嬉しい。楽しみだね。いや、私はお会いするのもう初めてなのでちょっとドキドキだ。ドキドキの対面式、すごく素敵な方だよ。うえー、楽しみにみんなもしていてくださいね。はい、hey、 メールアドレスはすべて小文字で、うん、テンスラバカバカすべて小文字でやってる合ってるテンスラアットマーク JOQR.net、うん、テンスラアットマーク JOQR.net まで。はい、そして番組ツイッターもチェック。アカウントはアットテンスラジオアンダーバー AJQR です、うん、ハッシュタグはハッシュタグテンスラジオでお願いします。はい、最後にこの番組は YouTube BS11 公式チャンネルでアーカイブ配信をしておりますよ。ちょっとだけおまけもねついているのでぜひチェックしてみてください。更新は1週間後、超 A&G プラスでの放送翌週の木曜日夜7時を予定しております。はい、そして BS11 では毎週水曜0時から、うん、テンスラ第2期の再放送をしています。はい、ちょっと頭の中ごちゃになっちゃってさTESU って言わなきゃって思ったけどそもそも言ってなかったですね。すごいハイライト2個あって、あのウェーっていう急なノリとバカバカっていうのがすごい良かった一人のなんかノリツッコミみたいな、うん、絶対カットさせないんだからと思ったよね。お恥ずかしい、お恥ずかしい限りでございますはい、ということであっという間にお時間でございます。はい、お相手は岡崎美穂と熊田茜でした。また来週。テンスラジオ収録が終わってのおまけトークでーす。おまけでーす。さっきお色直しをね、うん、してたんだけど言っていい？あー、バラシ
される。かねちゃんがさ、いいってして、何もついてないって言って、ついてないってめちゃめちゃほがらかな会話をしてました、うん、いやちょっと見てもらおうと思って。そう、めちゃめちゃよく見えます隣なので。ごめんね。ね、いや全然全然嬉しかったよ。信頼じゃん。だってえついてないけどとか言う人だったら嫌じゃん。あ、もうそこは大信頼だよ。でしょ、絶対言ってくれると思って聞いてたから。絶対やります。バラしちゃったけど。はい、ということで今回さ、うん、本編めっちゃマシンガントークでしたよね。なんか本当あれ。あれいつもあれあれ、なんかすごい早くなかったテンポ。嘘、すっごい落ち着いた話した。それ、待って、それは岡崎美穂も落ち着いてた。2人が落ち着いてた、うん、私2人とも今日落ち着いてんなと思ってた。わかる、あー、わかる。うわ、絶対よかった。絶対今から美穂ちゃんも歯になんかついてても言ってくんないんだろ。なー、言うよ、違う、あかねちゃんだけ落ち着きポジに落ち着こうとしてるのかと思ったの。嘘、落ち着いてたと思ったよな。そうだよな、ハロウィン大好きね、トリックアトリート。わかんないから。わかんないか、本編見た人は分かってくれると思うけど、うん、ということで、でしょ。あの今回はね、鼻歌について議論していこうと思う。全然意味わかんない。嘘、どういうこと。今日ね、うん、あの鼻歌をメイク中に私歌っていたの。ほう、歌ったってた。今日すごい噛む。したらさ、鼻歌ってさ、うん、ちょっとな、軽く何でもいい、創作でちょこっとふんふんって。創作でふんふんふんって言ってみて。明るいじゃん。ほー、確かに最近暗いの鼻歌が。え、気持ちは健康なんだけど、なんかあのふん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 みたいな、なんか出てきそう魔王とか。そう、ハロウィンっぽい。なんか、あー、合わせてんだ。そうで、なんか鼻歌単調な人珍しくないってすごい言われて、その異端調なのか補端調なのか知らないけどさ。いや待って、まず鼻歌があの自分で制作してるのが珍しいのよ。ええ、じゃないですか。鼻歌って結構、え、なんかとかさ、だって著作権が、著作権を普段から気にしてらっしゃる。普段から気にしてないと。うわ、すごい。そっか、そパパラッチとかいるかもしれないもんね。そうそうそう、トライかもしれない。鼻歌パパラッチ、自分の曲みたいに鼻歌で歌いやがって。あ、そっか、まあ、それでね、そんなないけどさ。なんか結構でも声優のなんか現場で鼻歌シーンとかって結構割とあって、うん、あの音符でさ、ミヨヨンって台本に書いてあるんですよね。そうそうそう、なんか美味し、なんか楽しく料理作る何々とかだと、うんうん、やっぱそのそのアニメのオープニングとかだったらいいかもしれないけど、うん、基本はなんかなんとなくその人の引き出しでやるじゃない。あ、確かにね、そうだね。そう、リムルとかもそうなんだけど、うんうん、だからこうパッとねメロディーが出てくるようにとは思ったんだけど、じゃあ今美穂ちゃん触れ変わったら暗くなっちゃうじゃん。そうなのよ。あ、どうしよう、だからどうしよう、急に補短調の補短調でリムルとかがね鳴り出したら鳴り出したらね、うわーすごいね、出ちゃうんだね鼻声に。鼻声じゃない、鼻まあどちらかというと鼻声の部類に入る。入る鼻歌に。そっか、スライムは鼻声。確かに。違う、鼻歌にね。鼻歌にね。違う、今なんか頭の中でこの後どう突っ込もうかなって思ってた時に、あの美穂ちゃん、あの泣き声ぐらい鼻歌歌うよね、ワンちゃんの泣き声みたいにそこにも感情が乗っちゃうんだねみたいな、なんかつまんない突っ込みをしようと考えてたの。あの、ごめん、わかんない、うん、すごい嫌な滑り方。一番嫌だ、一番嫌なんだから。ちょっと待って、一つずつ、本当に嫌だ、一つずつ。なんだっけ、あの一番ね、あの一つずつ戻ろうか、一番やっちゃダメ、もう早く流せよ。切れられちゃったよ、流してくれよ。犬の鳴き声、戻すな。気になりますよね。進んで進んで、ほら未来に向かって、ビジョンズ、ビジョンズ。ビジョンズをそんなとこで使わない方がいいと思うんだけど。そうですよね、そうですよね、私が歌ってるかまだ許されるかなと思って、ね、じゃあもうほら終わろうか。じゃあ後で休憩時間に、うん、解き明かしたいと思います。やめてよ。ということで、テイスラジオの本編は文化放送インターネットラジオ、うん、超 A&G プラスにて、うん、毎週木曜日の夜9時から放送中です。なんで急にそんな落ち着けるの。だって締めなきゃいけないから。あ、偉いじゃん、プロフェッショナル。わ、さすがっす。ということで、ぜひチェックしてみてください。はい、お相手は岡崎美穂と熊田茜でした。せーの、